皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。未来鏡実況プレイ第7回目やっていきたいと思います。今回はバッドエンドを見ていきたいんですが、一番最後のところここかな。ここでとりあえず、あ、びっくりした、このお皿を拾わない、そうするとバッドエンドになるみたいなのでやっていきましょう。ちょっと変わるところまでカット。じゃあそろそろお別れだ。今度こそちゃんと殺して証拠も消すよ。さようなら。あー、ガラスを拾ってないからってことだよね。体中が痛い。弾丸で再び気絶させられた後、目を覚ますとあたりは湿っていてすごく寒い穴の中だった。光が差し込んでくる上を見上げる。今度は簡単に逃げられないように深い穴を掘ったんだ。君たちが俺を嗅ぎ回っている間、俺だって何もしなかったわけじゃないんだよ。両手をひねり、なんとか拘束を解く。起き上がって這い上がろうともがくが、捕まるところのない絶壁で、爪は虚しく土をかくだけに終わる。無駄だよ。掘り返されたり這い上がってこられないように、数日かけて深く掘ったからね。周りを見回しても何もない。気絶したむつみさんが横たわっている。むつみさん、起こしてやるなよ。気絶したままの方がきっと楽だよ。そう言って、いおり先輩はスコップで土を放り投げてくる。うわぁ、口の中にも入ってくるって感じか。最初は自分とむつみさんを覆うとする土を振り払う元気があった。しかし、土はだんだんに体を覆い尽くし、払っても払っても顔に降り注ぐ。あ、苦しい。拭いきれなくなった土は、穴に、口に入り込み、むせ返る。うわぁ、苦しそうな感じだね。咳込んでも出し切れない量の土が気管を塞ぐ。泥なのか鼻水なのか唾液なのかわからない。それらを撒き散らしながら必死で酸素を取り込もうとあがくが、入ってくるのは土ばかり。うわぁ、ガック、あ。死んじゃった?おやすみ。バッドエンド、闇に眠る。これがバッドエンド2でございました。結構、きついね。じゃあ3個目。バッドエンド3を見に行きましょう。この美奈子先輩が、確か手帳を落としたんですけれども、それを拾うは拾うんだけれども、これは茜?この手帳をまず渡さない。で、先輩には喋りかけずに、部長さんに話しかけると。そして、廊下に来たんですが、今ね、ここで、助言をね、しない。信じて何も言わない。はい、そして三つ目の条件ですね。この、お皿を、持っていく。これが、必要らしいです。そして、こっちの部屋に入っていきましょう。ん?待って。ここ変わったっぽい。ラスト全力!なんだ、いつもの運動部?でも、それにしては時間が早いな。日和先輩は警戒して窓を見つめる。しかも、やけに近くに聞こえた。日和先輩は私たちの拘束がしっかりされているのを確認すると立ち上がる。しつこいようだけど、大声出したら殺すからね。出て行っちゃった。変わってる。大声出さなくても殺すくせに。外の様子を見に行きましたね。むつみさん、今のうちに縄抜けとか関節外しとかできないんですか?そんな映画みたいなことできるわけないじゃないですか。お縄術は一応できますが、お縄でいいのかな?いおり先輩が戻ってきたら私が体当たりします。その隙にむつみさんは助けを呼びに行ってください。無謀です。成功する確率が低すぎる。じゃあどうするんですか?とにかく時間を稼ぎましょう。なるほど。戻ってきた。探偵さん、お尻のポケットを見せてくれる?戻ってきた伊織先輩は、むつみさんを乱暴に床へ這いつくばらせ、ズボンのポケットから何かを取り出す。やっぱり、さっきの運動部の声は、このボイスレコーダーに録音してあった声だったんだね。拘束されておきながら器用な。バレてしまいましたか。本当は、あなたが罪を自白した際に、録音用に使用しようと思って持ってきていたのですが。
うちの周囲に怪しい車が何台か止まっていたのが気になる。早く済ませよう。先輩は再びスタンガンを構える。今度こそお手上げだ。そう思い身構えたとき、うつりと何かが切れる音が隣からした。むつみさんが立ち上がる。その手足の拘束は断たれ、床に落ちていた。お前、いつの間に拘束を。あなたが用心深い男で助かりましたよ。様子を見に行ってくれたおかげで、時間が稼げた。日和先輩は、むつみさんに襲いかかる。スタンガンを食らわせようとした、その手に向かって。ヒュッヒュッ、アクションシーン。むつみさんは何か鋭利なものを投げ、それは見事スタンガンを携えた先輩の手の甲に刺さる。さっき拾った食器の破片。それで手足の拘束を断ち切ったの？振り落としたスタンガンを拾い上げようとした先輩の腕を。ここまでは一緒だよね。アカネ、どこで何してるの？せっかく未来のアカネは助かったのに、もうあんな未来に怯える必要はないのに。待って、アカネがいなくなったエンド、もしかして何の音？冷たく暗い空間の中で乾いた音だけが響く。いくらもがいても立つことのできない鎖。足音が近づいてくる。それはいつも私に苦痛を運んでくる。誰？あ、今日はいい子にしてたかな、あかね。もうこんなことはやめてください。家に帰して。あかねが悪いんだよ。俺と別れるなんて言い出すから。誰に吹き込まれたの？いつきちゃんかな。痛い。ちゃんとしつけができるまでここからは出さないよ。あの人みたいにお礼を置いていくことがないように、しっかりしつけられるまで。そっか、お母さんの連絡先と住所っていう武器がないから、こいつは狂ったままなんだ。綺麗な髪だね、あかね。愛してるよ。ひしょいな。バッドエンドさん、変えられぬ未来。はい、ということで今回は未来鏡のバッドエンド2と3を回収していきました。これでエンド4つ全て回収することができたんですが、実はこの未来鏡ですね、現在製品版を作っているということで、製品版の方にはこのむつみくん、むつみさんと、あのいつきちゃんのなんか後日談みたいなのも収録されているようなので、ある程度落ち着いたらまたそちらも実況していきたいなと思っております。今はこれまだフリーホラーゲームとして出されていたものなので、全然その未来とかはね入っていないんですが、そちらも楽しみでございます。そしてりくくんとようすけくんの出演ね、めっちゃ嬉しかった。未来鏡実況してよかったなと思いました。さつきのゆめさんの他のホラーゲームとかもあるので、そちらでも遊んでいきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた新しいシリーズでお会いいたしましょう。バイバイ。